こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの楊武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、今日はね、はい、私からの質問でもあるんですけども、はい、言いますのは実はこの前ね大阪場所の思い出ということでお話ししてくれたんですけどもね、その時に弟弟子の方なんですけどもね、はい、コメントくださいました。あ、はい、あのご馳走になった話とかもしてたんですけども、うんうん、この弟弟子さんもね、はい、その大阪の宿舎長瀬っていうところですけども、はい、長瀬付近の焼肉屋さんで、うん、同期と焼肉に行ったら、うん、お相撲さんお金払ったるわと、無名の力士なのに一般人の方におごっていただいた思い出があります、まあこういうコメントをねくださったんですけども、うん、あのこういう全然知らない人がお相撲さんおごってあげるよなんてこんなことはあったんですか、ね、そうですね、そのしょっちゅうではないんですけども、ありましたね、私も。はい、はい、一つを例に挙げると、うん、大阪場所で近所の駅の周りに行って、うん、いろいろねブラブラしてたら、うん、寿司食べ行こうやって言って、いきなり言われて、寿司を食べ行ったこともありますし、全く知らない人が、全く知らない人、だからお相撲さん一回寿司食べに行こうやってそんな感じですか。そうそう、あの、うん、どこ行くのやって言われて、ご飯でも食べるとこ探してるんですよと言ったら、じゃあちょっとわし知ってるとこあるから一緒に行かへんって言われて2人後輩と2人いたんですけども、はいはい、一緒に食事ごちそうになりました。今考えるとどういう方か分かんないんでね、ちょっと心配なところもありましたけども、でもね何年かはやっぱりね番付もね、番付お世話になった方に送るっていう話してましたけどもね、送って、うん、また次の1年後に食事に連れて行ってもらったりもしてました。そうしたら、まあ、別にあの松本さんとかいうわけではなくて、全然もうそれからですよ、ちょんまげだけですよ、お相撲さんって分かるのは、ちょんまげなかったらただの大きい人ですよ、はい、曲げの力といいますか、それってこともありましたし、また他の時にはね、はい、場所の休みの日ですね、これも大阪場所での話なんですけども、うん、島武蔵ってあの僕と同郷の同期生のやつとね、はい、パチンコしてたんですよね、はい、だからなんか結構年配の方でした、はい、おじいちゃんって言っていいぐらいの方が、はい、なんか派手なねあのテッカテカしたラメみたいな背広を着て近づいてきて、なんか嫌やなと思ったんですよ。ちょっと怖いなんかちょ怖いっていうのと、はい、なんかこうちょっかいかけられたら嫌やなとか思いながら、はい、もうまっすぐパチンコ台見てやってたら、はい、やっぱり案の定喋ってきたんですよ。喋、はいはい、り方はねめちゃくちゃ丁寧だったんですよ、はい、お相撲さん出てるパチンコなんか言われてで、はいと、あ、まあまあまあって言ってたら、その人ね、警察ではないんですけども、その町の青少年の歩道みたいなことやってて、我々と話してる途中にね、はい、バーってどっか行ったんですよ、はいはい、また帰っちゃうんですよ、どうしたんですかって聞いたら、はい、今未成年がパチンコ屋に入ってやってたって言って、はい、ちょっと注意してきましたみたいな感じで言われて、その時もちょっとお昼ご飯食べ行こうやってで近所のレストランみたいなところ行って、ご飯食べてたらちょっと記念撮影でも撮り行こうとか言われて言われて、はいはい、この男3人じゃ花がないからちょっとそのレッスンのウェットレスのお姉さんも、あなたも入ってくださいとか言って連れて、そこから 30〜40m 離れたところの写真館に行って、はい、そこで店の前でこうやって写真撮るんじゃなくて、写真館に行って、そしてプロの方に写真を撮ってもらったと。そうです、その私とその、島武蔵と、はい、でそのおじさんと、はい、でそのレストランのお姉ちゃんとでね、そういうことがあるとね、住所聞いて番付とかも送りますよ。その次の年もね、はい、やっぱりあって、まあ何年かお付き合いが続いたありました。もうあのちょっとしたきっかけからね、無名の我々みたいな幕下三段目の力士でも付き合いしてくれる、まあ強くなったらそれを谷町さんって呼ぶんでしょうけども、まあ我々だから部屋とは全く関係ないですよ。あ、そうなんですね、はい、まあちょっとね今考えると、まあ、どんな人かね、あのお付き合いする人も考えなさいと、いうことはすごく言われてるんでね、まあ良かったかどうかわからないですけど、まあ昔のね、もう30年、私が20
死後の話なんでね、まだまだのんびりした時代だったということなんですね。まあそうやってね、曲げの力って言ったらもう申し訳ないんですけども、お相撲さんっていうね、象徴、曲げをつけてお相撲さんをしてたんですけども、断髪式してもらって、その夜の話です。私大阪で曲げ切ったんでね、難波のうどん屋さんなんですけどね、夜中に私は、肉うどんとカツ丼くださいって言ったんですよ。だから店の店主さんが、2つ大丈夫ですかとか言われて、もう曲げがないんで、そうか、今までやったら、お相撲さんやから2つ食べるんだなっていうことで別に何も言われなかったけど、やっぱり一般人になったら、そこで曲げを切ってその何時間後に、そういうなんか一般人としてのなんか自覚が芽生えることがあって、で一瞬はっと思って、背広着てるし、ちょっと痩せてましたしね。そうそうそう、でじゃあうどんだけでいいですか言ってそうですねみたいな感じで、じゃ昔だったらそんなのペロって食べれる、もうやめてすぐなんで、食べれる量なんですよ。でも2つ食べたらちょっとおかしいんだなっていう、そうね、曲げなし、浴衣なし、セッタなし、普通の人にしか見られなかったというね、そういう話も経験もしました。やっぱり歴史で得をしたことっていうのも多々あったっていう、そういうことでもありますね。そうですね、はい、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。どしどしお寄せください。本日もありがとうございました。また次回お便りお待ちしてます。